皆さんこんにちは、近藤です。レディースジャケットのパターンには基本的に4種類があります。今日はその一つ、プリンセスラインを使ったジャケットをドレーピングでご紹介します。その名前からも分かるように、この縫い目を使うと女性特有の凹凸をしっかりと表現することができます。ですから全体の印象としてはかなりクラシックになりますね。襟には丸みをつけて柔らかい雰囲気のデザインにしてみました。さらに今日は袖下にマチをつけた着物袖をセットにしてみました。この袖は1940年代に流行したデザインです。しかしこの袖のドレーピングがとても難しいのですが、ぜひ皆さんもチャレンジしてみてください。それでは始めましょう。Thank you.